皆さんこんにちは。3月10日ニューヨークです。今は、ニューヨークのスペシャルサージェリーホスピタルに来てまして、これからドクター・オルチェック先生の肘の診断を受けます。何言われるか分かりませんが、まあ、手術であっても保存療法であっても、どっちでもいいよ、この準備はできてます。頑張ります。今診断を受けてきました。靭帯が結構すり減ってるということで、まあ、手術の方がいいという診断でした。自分的にはその三頭筋の張りしか感じないので、やっぱりちょっとこう投げれそうな分、ちょっと腑に落ちない部分がありますけど、まあ、気分はすごく穏やかですし元気ですし、これで人生が終わったわけではないので、全然前向きに考えています。これからまた球団と相談をして、どこで手術をするかとか、自分的にはフロリダでやりたいとは思ってますけど、これからも頑張ります。今手術前です。今から腕の毛を剃って手術に向かいます。この綺麗な肘の最後なんで頑張ってきます。ですね、今手術が終わってからちょうど、6時間ほどが経過しました。手術前はその麻酔であったりとか、その肘の手術部分がすごく痛むとか、これが悪くなるっていうのを聞いたんですけど、終わった直後はすごく元気で、ホテル帰ってきてもすぐ帰ってきたんですけども、すごく元気に過ごしています。そして食欲もすごくありますし、いいスタートが切れたかなというふうに思います。あと、このトミー・ジョンの手術が1年間かかるということで、いろいろリハビリでも試して、自分の体が実験台にすることができるので、いろんなことを試して野球界を育っていくためになればいいなと、それができれば一番いいなというふうに思っています。またこれからちょっとずつですが、しっかり記録していって、